日本とイランの関係は、日本とイランの外交関係である。公式に樹立されたのは、パフラビーアサ、ペルシャ時代の1926年であった。第二次世界大戦中を例外とすれば、歴史を通して両国は、比較的友好的かつ強く戦略的な関係を維持してきた。日本のイランとの外交政策と投資は、歴史的に安全が保障されたエネルギーの供給への、 要望に著しく影響されていた。イランは日本にとって、サウジアラビアとアラブ首長国連邦に続部3番目に、重要な石油供給国である。また、日本とイランは、アフガニスタン再建や、イスラエル・パレスチナ紛争などの中東の地域的な、外交関係において協調している。日本とイランの貿易収支はイランに、重大な比重があり、日本は、自動車や、 電気製品、重要な石油製品や石油化学製品を輸出している。ペルシャ風水差し小倉院宝物のウルシコ兵地理的に離れていた日本とイランは、有史以来19世紀まで全くと言っていいほど直接の交流を持っていない。明治維新以前の両国はシルクロードを経由してイランの影響を受けた美術品が日本にもたらされる程度の関係でしかなかった。 数少ない例外として、奈良時代の天平年間に、日本を訪問した、ペルシャ人のことが、直線師匠、俗日本記に記載されている。736年、ペルシャでは後に、第六代マームとなるジャーファル・サーディクが、神徒の精神的支柱となっていた時期、日本では藤原四氏政権番記に相当する時期に、剣道福祉、中富の名代が、 法人三人とペルシャ人一人を伴って、日本に帰国し、聖武天皇に越見した。リミツカゲという中国名で記録された、このペルシャ人には、位が授けられているが、その後の消息は不明である。平城宮跡から出土した木管の解読により破格、清道という大学寮の管理がいたことが2016年に判明したが、はここはペルシャを意味する名であり、 リミツカゲもしくはその関連人物ではないかと推測されている。日本の外交施設と初めて接見したナーセロディーンシャー1878年にロシア帝国に向かった日本の施設榎本竹明がサンクトペテルブルクでガージャールアサペルシャの国王ナーセロディーンシャーと公式に越見した。また1880年には 外務省御用係の吉田正春を制止とする施設団が記録に残る日本人として初めてペルシャの地を踏みテヘランでナーセロッディーンシャーに越見し通称の許可を得ているしかしながら公式な外交関係はパフラビー庁成立後の1926年まで樹立されなかった1935年パフラビー庁は国語をペルシャからイランに改めた 日本とイランの友好条約が調印されたのは1939年で、国王のレザーシャーが、親ドイツであったこともあり、第二次世界大戦で中立を保っていた、スペイン、スウェーデン、スイスなどと同様に、日本との間で誠実な関係が築かれていた。大統領は戦争勃発後のイランは中立を宣言、したが、すでに、イギリスとソビエト連邦から、 露骨な内政干渉を受けていたイランが中立を守り抜くことは困難を極めた。タブリーズを進む赤軍の T-26、軽戦車と軍人たち遡る1941年8から9月、英ソ両国の軍隊がイランの国土を蹂躙して、親ドイツ派で政治手腕に長けていた。 レザーシャアを強引に位させて、弱年で扱いやすい、モハンマド皇太子を新しい君主に据えるなど、英祖両国によるイランへの内政干渉は止まることを知らなかった。こうした外交圧力の成果もあって、1942年4月にイランは日本との国交を断絶、1945年2月28日には日本を含む数軸国に対して、 戦線布告するに至った。その後、日本とイランは国交を回復することがないまま、1945年8月、日本はポツダム宣言を受諾して降伏した。日本とイランの間で公式な外交関係が復活したのは、サンフラニシスコ講和条約が調印された後の1953年だった。1953年、日照丸事件が起こる。 この事件が、イラン人が、親日的である理由の一つと指摘されることがある。1955年、パフラビーアサイラン帝国と、イギリス、トルコ、パキスタン、イラク王国の5カ国で、中東条約機構を結成した。加盟国のうちイギリス、イラクを除く3カ国は、ソビエト連邦と国境を接しており、中東版の北、大西洋条約機構、 日米安保体制に位置づけられる反共ブロックであった。本部をイラクの首都バグダードに置いていたので、バグダード条約機構とも称された。同じ反共陣営の君主国同士として、正式な国交を樹立したばかりの日本とイランの二国関係は、極めて良好なものであった。石油の輸出入を筆頭に、 経済関係が深まっただけでなく、両国の皇族がお互いに公式訪問もしている。お参照。1958年には、イランの隣国イラクで、王政打倒のクーデターが起こり、新米反響のイラク王国が崩壊。翌1959年には、ソビエト連邦との結びつきを深めたイラクが、中東条約機構から脱退した。これにより、 中東条約機構は中央条約機構に解消され、本部は東側陣営に寝返った、イラクの首都バグダードからナトーカ名国でもあるトルコの首都アンカラに移転した。引き続き反共陣営に止まったイランは、以後20年近くにわたって反共の新米国であり続け、相対的に中東における重要性を増していった。パフラビーサイ,イラン帝国は秘密警察。 砂漠が共産分子や宗教分子を取り締まる独裁国のような一面も持っていたが同時代に新米の独裁体制を敷いていた韓国や台湾、フィリピン、南ベトナムなどとの良好な関係と同様日米安保体制を主軸とする日本にとってイランは友好国であり続けた1974年日本とイランは ビザ免除の観光協定に調印し、両国の国民はビザなしでお互い自由に観光訪問をすることが可能になった。1976年6月、石油化学工業地帯として繁栄していたホラムシャハルに日本国総領事館を設置することが定められ、翌1977年1月に総領事館が開設された。 この時点で日本とイランの友好関係は頂点に達したと言える。在イランアメリカ合衆国大使館を襲撃するボート、しかし1979年2月、イランで革命が起こってパフラビー朝が崩壊して、それまで新米国であったイランは反米姿勢をあらわにした。同年11月には、 首都テヘランのアメリカ大使館にボートが乱入して、アメリカ人を人質に取った。これは戦線布告同然の行為であり、本来であれば、イラン当局はボートを取り締まるべき立場にあったが、当時のイラン暫定政権は、反米急進派のイスラーム革命評議会と二重政府状態にあり、人質解放へ向けて積極的に動けなかった。さらに事件がもとで、 暫定政権が総辞職すると、革命評議会は公式に政治権力を握り、立てこもったボートを陰に火に擁護するようになった。1980年4月、豪を癒したアメリカはイランに国交断絶を通告し、経済制裁を発動した。この事件を解決できなかった、アメリカのジミー・カーター大統領は威信を大いに傷つけられ、大統領選での再選も叶わず、 ロナルド・レーガンへの政権交代を許す一員となった。このアメリカ大使館、人質事件は、レーガン大統領が就任して、すぐに解決したが、この事件は、イランとアメリカの関係を、決定的に悪化させた。上記のアメリカ大使館、人質事件に加えて、重要な親米国軍である、湾岸諸国をイランによる、 王政転覆から守る意味合いからも、1980年代は、イラン・イラク戦争で、アメリカが、イランの敵イラクを支援するという構図が出来上がった。アメリカの外交政策の影響で、日本も、イランとの関係を縮小させるように圧力がかけられ、一方で日本とイラクの関係が深まる結果となった。以降、日本は、アメリカの顔色を伺いながら、 可能な範囲でイランとの関係を維持、強化するという図式が定着している。1992年4月、観光目的で入国したにもかかわらず、不法滞在する在日イラン人の増加を理由に、革命前に締結されて継承もされていたビザ免除の観光協定が停止された。2004年から日本は、イラン最大のアーザーデガーン油田の開発事業を行っている。 2010年2月23日、イランのアリー・ラーリー・ジャーニー国会議長が衆議院の招待で来日した。議長は、同月24日に、岡田克也外務大臣と会談し、同月27日には、長崎市を初めて訪れ、長崎原爆資料館を見学した。議長は、記者団に、世界に一つでも原爆が存在すれば、人類への脅威だ。 人々は核のない世界に向けて立ち上がるべきだと感想を述べた。見学後、田植福長崎市長らとともに資料館近くの爆心地公園にある原爆落下中心地比に喧嘩した。2011年12月9日、日本は国際連合安全保障理事会決議第1929号の 利口に付随する措置の対象の追加についてに基づき、イランの原子力開発に関わる、銀行産業、銀行以外のもの106団体、1個人に対する、支払い等及び指定されたものとの間の資本取引等を許可制とし、銀行とのコルレス関係を停止した。また、金融活動作業部会の声明を受け、金融機関等に対し、 顧客の本人確認義務、疑わしい取引の届け出義務を呼び、外国為替取引に係る通知義務の履行を徹底するよう要請した。2005年に、ハータミ大統領が退陣してからは、長らく、日本とイランの首脳会談は行われていなかった。しかし、2012年12月の衆院選の結果を受けて、日本で安倍晋三が、 内閣総理大臣に返り咲き、イランでは強硬派のマフムード・アフマディ・ネジャード大統領が最長任期を満了して迎えた2013年6月の大統領選の結果を受けて、同年8月からハサン・ローハーニーが大統領に就任すると、両国の首脳は急速に関係を改善させた。安倍首相はいち早くローハーニー大統領の就任に対して祝辞を述べ、 翌9月には首相の親書を携えた高村正彦総理特使をイランに派遣してローハーニー大統領らと会談を行った。近年ではニューヨークで毎年開催される国連総会など第三国の国際会議に参加する機会を捉えて安倍首相とローハーニー大統領が会談することが慣例となっている。具体的には 2013年9月26日に国連総会開催中のニューヨークでローハーニ大統領が就任してから初の首脳会談が実現し翌2014年9月23日には同じく国連総会開催中のニューヨークで2度目の首脳会談を行った。また2015年は9月27日に国連総会開催中のニューヨークで定例となった。 首脳会談を行っただけではなく、遡る4月22日にも60周年記念を迎えたアジアアフリカ会議を開催中のジャカルタで首脳会談の場を設けた。2016年9月、国連総会開催中のニューヨークで、同地では4度目、通算で5度目となる、安倍・ローハーニー首脳会談が行われた。なお、2016年8月には、 革命直前のイランを訪問した福田武雄首相以来38年ぶりとなる日本の現役首相のイラン訪問が予定されていたが、急遽日本側の都合により安倍首相のイラン訪問の中止が決定された。政府筋によると安倍首相はアメリカ大統領選の実施を待ち、その後にイラン訪問の是非を再検討する意向とのこと。 2017年1月8日の夜、ホメーニー氏の弟子であり、イラン革命の成就と防衛に生涯を捧げた、イラン公益評議会議長にして元大統領の、ハーシェミラ・フサンジャーニーが、心臓発作により、テヘラン市内の病院で、聖去、82歳であった。翌9日、岸田文雄外務大臣が哀悼のメッセージを、発出、10日には、安倍首相が、 ラフサンジャーニー元大統領の功績を忍びつつ、心からの哀悼の意を伝えるメッセージを発出した。また、この訃報を受けて、鈴鹿三次中アフガニスタン日本大使が、在アフガニスタンイラン大使館を訪問して、バフラーミー中アフガニスタンイラン大使と会談、テヘランで、ラフサンジャーニー元大統領と何度か会って話した、ことがある胸を挙げて、 個人を改装しつつ、得意のペルシャ語で、ラフサン・ジャーニー氏の死去に際して、深い追悼の意を表明する。同志との素晴らしい思い出とともに、2017年1月10日、鈴鹿密治、中アフガニスタン日本大使と記帳した。2017年5月19日、イランで、大統領選挙が行われ、翌20日に、現職のローハーニー大統領の再選が発表された。 ことを受けて、同日中に、安倍首相を呼び、岸田外相が、ローハーニー大統領に当てて、当選をことほぐ祝辞を送った。2018年5月8日、ドナルド・トランプ米大統領は、他の P5 プラス1諸国やイランとの事前調整が、不十分な状況で、核合意からの一方的な離脱を宣言。これを受けて、翌9日、 河野太郎外務大臣は、我が国は国際不拡散体制の強化と中東の安定に資する核合意を支持しており、引き続き関係国による建設的な対応を期待します。と表明し、日本はアメリカの対乱制裁に同調せず引き続き核合意維持を支持するとの談話を発表した。しかしトランプは、 同年11月に、イランに対する経済制裁を復活させ、イランもこれに反発するなど関係が悪化。2019年6月12日より、安倍首相がイランを訪問し、ローハーニー大統領と最高指導者、アリー・ハーメネイと会談、アメリカとの橋渡しを試みることとなった。2019年6月12日、当初の予定通り、安倍首相によるイラン訪問が実現した。 同日の遊国、安倍首相はローハーニー大統領と会談して、日本からイランへの医療、環境、防災等の分野における協力実施を表明した。上で、イランが地域大国として、中東の安定化に建設的な役割を果たすよう、要請した。また、防災分野における協力は、口先だけの外交事例に止まらず、イランにおける洪水被害に対する支援として、 日本が合計250万ドルの緊急無償資金協力を実施することがローハーニー大統領との首脳会談上で伝達された。翌13日の午前、安倍首相はハーメネイ最高指導者と会談してローハーニー大統領に対して主張したのと同様に、イランが地域大国として中東の安定化に建設的な役割を果たすよう要請した。 2019年の安倍首相によるイラン訪問は現地では概ね歓迎されて日本とイランの二国間関係の強化に成功したと言えるしかしその一方でハーメネイー氏は安倍首相との会談において安倍首相の善意と誠実さは疑わないがトランプ大統領はメッセージを交換するに値する 相手ではない。トランプ氏には返事もしない。トランプ大統領は、イランと対話の用意があると述べつつ、安倍首相と会談した後、石油化学分野に対する制裁を課しており、誠意がないと述べるなど、トランプ大統領に対する根強い不信感を表明しており、安倍首相のイラン訪問は、アメリカとイランの関係修復に難ら死することは、なかった。なお、中東ジャーナリストの川上康則は、 米イランの仲介という点では、安倍首相の訪問は完全に失敗だったと事実上の指摘をしている。安倍首相はイラン公式訪問の最中、米国とイランの関係改善を仲介するために、米、イラン二国間の秘密協議を東京で設定すると打診したが、この仲介案は実現しなかった。2019年12月20日、ローハーニー大統領が、 現職の大統領として19年ぶりに日本を訪問し、同日18時から3時間以上にわたって、安倍首相との首脳会談を行った。安倍首相は、アメリカの核合意離脱に対するイランの過剰な報復措置について懸念を表明した上で、国際原子力機関との連携が重要であるとの認識を示したが、これに対して、ローハーニー大統領は、イランとしても、 核合意の維持が重要であると述べつつも、報復的な核合意履行停止措置を取らざるを得なかったイランの立場を説明した。また、米軍の指揮下に入らず自衛隊が独自にペルシア湾地域を航行する船舶を警護していることについて安倍首相から説明があったが、ローハーニー大統領は他国によらず自らのイニシアティブで、 高校の安全確保に貢献する日本の意図に理解を示した上で日本がこれらの活動をイランに透明性を持って説明していることを評価した。2020年8月28日、安倍首相は首相官邸で開いた記者会見で自身の体調悪化を理由に内閣総理大臣職を辞任することを表明。2020年9月16日、 辞任した安倍首相に代わって菅義偉が第99代内閣総理大臣に就任した。翌17日、ローハーニー大統領が菅首相にメッセージを寄せて菅の内閣総理大臣就任を祝福するとともに日本とイランの関係を強化した安倍前首相の功績を称え引き続き両国の友好関係や各分野での相互提携を深められるよう来たよ 記念した。イラン歴で1400年という節目の年にあたる2021年の6月18日に、イランで大統領選挙が執行され、開票の結果、エブラーヒーム・ライース・イー候補が、次期大統領に選出された。3日遅れの同月21日、吉田智之外務報道官が、イラン大統領選について、談話を発出したが、2017年の、 ローハーニー大統領再選の際に、安倍首相を呼び、岸田外相が、育道音に、心から祝意を表します。と再選を祝賀したのとは、対照的に、今時の吉田外務報道官談話では来たる、ライスー政権に対して、中東地域の緊張緩和と情勢の安定化に向け、建設的な役割を果たしていくことを期待します。と述べるに止まり、ライスー候補の当選について、 祝意を表明しなかった。また、菅義偉首相と、モテギと外相は、ライスイーが大統領に就任するまで、彼に祝辞を送っていない。2021年8月5日、ライスイーの大統領就任を受けて、菅義偉首相が祝辞を発出した。1957年6月、イランのコーマイファーテメパフラビーと、同府君が訪日。 1958年5月、皇帝ゴラームレザーパフラビーが訪日し、その後、皇帝エモハンマドレザーパフラビーが国賓待遇で訪日した。その後、皇族が訪日することなく1979年に王政が打倒されたので、王政復古が起こらない限りは、これが史上最後のイラン皇族の訪日となる。また、これまでイランの最高指導者が訪日した例はないので、 現時点では、1958年の皇帝来日が、イラン国家元首の最後の訪日となっている。1971年10月、ミカサノミアヒユリコが、ペルシャ帝国建国2500年式典大輪のためイランを訪問。以後、日本の皇族がイランを訪問したことはないので、これが、日本の皇族がイランを訪問した最後の例になっている。 1978年9月、福田武雄内閣総理大臣がイランを訪問。翌年2月に革命が起こって、パフラビー朝が崩壊したので、これが日本の首相による最後のパフラビーやサイラン訪問となった。1979年10月、江崎雅美通商産業大臣が日本の現役閣僚として初めて革命後のイランを訪問。 1983年8月、安倍晋太郎外務大臣が、日本の現役外相として、初めて革命後のイランを訪問。1984年4月、アリー・ヤクバル・ベラー・ヤティ外務大臣が、革命後のイランの現役閣僚として、初めて訪日。1989年は1月に、昭和天皇が崩御し、6月には、 ホメーニー氏が成居するという日本とイランの両国において大きな悲しみが襲った年であった。同年2月、モスタファー・ミール・サリーム副大統領が体操の霊長門施設として訪日。同年7月、前月に亡くなった最高指導者、ホメーニー氏の長門施設として、藤尾正幸自民党政調会長がイランを訪問。また、 翌1990年の秋人天皇の即位の例に際して、モアエリ大統領顧問が訪日している。2000年10月、イランのモハンマド・ハー・タミ大統領が日本を訪問した。これは革命後のイラン首脳としては、初の訪日で、パフラビー朝時代を含めると1958年の皇帝来日以来の実に42年ぶりとなる、イラン首脳の訪日となった。 2004年8月、橋本龍太郎元総理大臣が日本の首相経験者として初めて革命後のイランを訪問した。2012年4月、鳩山幸夫元総理大臣がイランを訪問。なお、平成時代は一度も現職の日本総理によるイラン訪問が行われなかった。2019年6月には安倍晋三総理が 現職の総理として、初めて革命後のイランを訪問し、その際に、ハサン・ロー・ハーニー大統領、最高指導者、アリー・ハーメネイとも会談。現職の総理が最高指導者と会談したのは初で、ある。なお、安倍首相自身は父、安倍晋太郎が、外相時代に、イランを訪れた際、秘書官として同行し、当時大統領だったハーメネイと面会している。 1925年、大阪外国語学校インド語リベの研修語として、日本初のペルシア語が開校。1961年、大阪外国語学校の流れを組む大阪外国語大学がペルシア語学科を設置。イラン革命以前の日本においては、大阪外国語大学のみが常設のペルシア語学科を持っている大学であった。 2007年には、大阪外国語大学が、大阪大学に統合されたが、大阪大学外国語学部外国語学科に所属する、形でペルシア語専攻が存続している。教員は2018年現在、大学院言語文化研究科所属教員に、イラン現代文学が、専門の藤本優子教授、イラン伝承文化学が、 専門の竹原新淳教授、対象言語学が、専門のジャヘドザデ・ショルブラグ・ベヘナム、古代イラン言語文化、サンスクリットが、専門のレザー・イーバーグ・ビーディ・ハサン特任教授が、所属している。大学院文学研究科所属教員には、イラン文献学が、専門の道山栄二郎准教授が、外国語学部非常勤教員に、イラン氏が、 専門の川田久美非常勤講師、イラン地域研究が、専門の森田豊子、人文地理学が、専門の吉田雄介非常勤講師が所属している。授業科目は、ペルシア語のみならず、社会地理、イラン史、古典、近現代文学など多岐にわたる。また、ペルシア語を読集コンテンツの公開や、雑誌、イラン研究の発行なども行っている。 卒業生はペルシア語を使い様々な企業に就職し活躍している。イラン革命が起こった翌年の1980年、東京外国語大学が日本の大学で2番目となるペルシア語学科を開設。1993年、東京外国語大学のペルシア語学科は中東語学科ペルシア語専攻に開組され、1995年には 南、西アジア家庭ペルシア語専攻となった。教員は、2018年現在、ペルシア文学、神秘主義文学が、専門の藤井森雄教授、ペルシア古典文学、イスラーム神秘主義が、専門の佐々木綾野准教授、言語学、イラン諸語が、専門の吉枝里子准教授、ペルシア文学が、 専門のナスリーン・シャキー・ビー・モムターズ、特定外国語主任教員が所属している。授業はペルシア語のほか歴史や文学の授業も行っている。インターネット上に、モジュールも公開している。ペルシア語の学部や、専攻のある日本の大学は、上記の大阪大学と東京外国語大学のみで、あるが、大東文化大学国際関係学部。 中央大学総合政策学部、東京大学では、第二外国語としてペルシア語が学ぶことができる。大学以外にも、日本ではペルシア語を学ぶ機会がある。例えば、在教イランイスラーム共和国付属イラン文化交流センターでは、年間を通してペルシア語の講座を開講している。イランにおける、日本語教育は、テヘラン大学を中心に行われている。 テヘラン大学の日本語、日本文学学科は1994年に設立された。ここでは国際交流基金の協力のもと試行錯誤を重ねながら日本語教育が施されてきた。1999年にはカリキュラムが改定され、それにより初級、中級レベルの学習に関わる単位数、授業時間数が大幅に増えることになった。 その後も修正を、かながら、日本語の基礎的運用能力の確実な習得を重視する教育が現在行われている。日本人のシーア派ムスリムとして、最も巧妙なのは、エブラヒム・沢田達一氏である。シーア派学問の中心地であるゴムのイスラム法学院で、神学、法学、論理学、解釈学、政治学を学び、日本人として、 初のシーア派生職者となり、1998年に日本へ帰国。イランの宗教大学、アルムスタファー国際大学在日事務所の研究教務部長を務めるほか、クルアーンの日本語訳も出版している。 中日イランイスラム共和国大使館1942から1955年は、イランから日本への中殺なし1979から1982年は、イランから日本への中殺なし。ありがとうございます。